どうもエルザライトです。今回はザトウマーケットのバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことを元にまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思いますので、一つの情報として見ていただきますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。それでは早速いきましょう。スプラ2と同じような配置になっており、以前との違いは通路の広さぐらいとなっています。まずは前線ポイントからです。右側からですが、最初に押さえとして獲得したい場所です。敵の交渉一つ潰せるので積極的に取りたいところです。長射程であれば左高台を狙ったりもできるので、意外と試合中に重要な位置になりやすい場所となります。左側は手前の障害物を使うことによって侵入が可能となってます。こちらを押さえるだけで敵の侵入箇所を潰せるほか、取られたくない場所なので足止めができれば時間稼ぎが見込めます。次は守りのポイントです。自陣の高台を抑えられると押し込まれる展開になるので、左高台を軸に自陣寄りに守る必要があります。左高台は意外と離れているので、サブスペなどを使って積極的に追い払いたいところとなります。最後に塗りポイントです。エリア周りを基準に確保していきたいところです。ただ敵の侵入経路が多いので、壁を使って裏取りされないように事前に横の広場を取っておきたいところですね。余裕があれば壁も塗り返しておくと妨害しやすくなります。ガチエリアは障害物が多く敵が見づらい状況となります。なるべく上を取りながら敵を制圧する必要があり、ポジションが重要になります。壁を使って高台に来る敵も多いので、常に裏取りに警戒しながら周りを見るようにしたいですね。ガチアグラはスプラ2の時とルートは変わらないマップです。そのため常にルートと防衛ポイントが重なるので、味方との連携がより重要になります。まずは前線ポイントからです。ヤグラを進めて維持するには左高台も大事ですが、右側を抑える必要もあります。特に右側は長射程がいるとほぼ攻撃を当てることが可能な間合いなので、取っておきたいところですね。次は守りのポイントです。第一関門を抑えるなら右側で正面からでもありですが、正直矢倉の柱で隠れたりもできるので、左側からの挟み撃ちが有効です。人数に合わせて左側を守りつつ連携をしながら守っていきましょう。最後に塗りポイントです。基本は矢倉のルートに合わせて塗る感じでいいかと思います。あまり塗ってしまうと敵がスペシャルを貯めやすくなるからですね。また裏取りが多くなるので、左右の高台から広場まで塗りたいところです。ガチヤグラに関しては第一関門をいかに突破できるかによって試合が動くかと思います。第一関門を突破するにはスペシャルを使っての攻めが多いので、少しでもスペシャルを温存できたら第二関門まではかなり有利に進めます。敵陣の右高台を取る意識があると終始ヤグラ付近を制圧できますので、味方の位置に合わせて動いてみてください。待ち鉾は関門が2つ用意されており、カウントが52まで進みます。左は高台制圧後に進めやすい場所です。右は最短で関門が突破できる場所となります。まずは鉾ショットポイントからです。敵の高台とルート先を意識するといいです。どうしても周りが高台で囲まれているのでクレアリングが重要になります。打ちすぎると囲まれる原因になるので、進める意識高めにして持ちましょう。次は守りのポイントです。第一関門が非常に近いので、そのルートを潰すように防衛するといいかと思います。特に左を取られると一気に状況が悪くなるので、右だけにこだわらず左右のバランスを見て守っていきましょう。最後に塗りポイントです。足場を塗るのも大事ですが、壁を塗ってルートのサポートと敵の裏取り防止を目的に塗った方がいいかと思います。塗りをするにも横側はルートと被らないので、人数不利を招く可能性がありからです。ガチホコは確実に2枚以上落とした時を狙って運ぶようにしましょう。マップ自体が意外と狭いこともありますが、一度敵が侵入してしまうと対処に追われて押し込まれるためです。防衛ラインをしっかり維持しながらチャンスを作っていきましょう。
ガチャアサリはスプラ3になってマップの拡大の影響を受けているので注意が必要です。特に右高台からのシュートですが、ゴールまで距離が伸びているので一度は確認することをお勧めします。まずはシュートポイントからです。マップが広くなって影響もあり、ガチャアサリを入れるための距離が短くなっています。右高台から入れるにはジャンプをしないといけないため、左側の遮蔽物あたりから隠れて投げる方が良かったりもします。次は守りポイントです。守りのポイントはかなり前でいいと思います。他のルールのように高台にいるとエイムミスによってゴールが奪われるためです。左の高台と遮蔽物を使ってうまく防衛をしていきましょう。最後に塗りポイントです。ゴールまでの距離は近いですが、防衛がしやすいこともあるため、横に広げながらシュートコースを増やす塗りをした方がいいと思います。防衛ポジが決まっているほど足場を整えたいところですね。ガチアサリはシュートを狙いすぎると人数不利が起きやすいので、かなり我慢が必要な気がします。シュートコース付近も敵がいるため、確実に落としてから狙っていきたいところですね。ということで、いかがでしたでしょうか。ザトウマーケットはスプラ2と構造はそこまで変わりませんが、広くなった分多少のズレが出てるように感じます。しっかりと事前に距離感の確認をして調整をしていきたいマップですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。